どうしたんですか、先生。先生はね、怒ってます。どうしてですか。どうして、今年の紅白歌合戦、先生の大好きな久留米坂イレブンシスターズは出てないんですか。久留米坂久留入れ今年頑張ってたよ。過去最高に頑張ってたよ。久留入れ絶対紅白出られるって安行きだって言ってたよ。なのになんで選ばれないんだよ。すいません、ちょっと僕知らないんですけど。安行きのことか。いや、安行きではないです、久留入れです。お前久留入れ知らないとか、まあ、それでも原始人かよ。まあ一応現代人のつもりなんですけど。まったく。いや、今日は久留米坂イレブンシスターズって何なのかお前に教えてやるよ。あ、ありがとうございます。まずな、久留米坂イレブンシスターズ、一言で言えばサッカー部だ。サッカー部。そう、だからイレブンシスターズなんだけどな。そしてメンバーは3人。イレブンじゃないんですね。メンバーの名前は和子、ひな子、安行きで、監督が僕です。お前かよ。すいません、僕の勝手な推測でしかないんですけど、紅白出られなくて当然じゃないですかね。なんでだよ。いや、だってサッカー部なんですよね。サッカー部は紅白出られないと思うんですけど。お前な、今年大ヒットしたくるいれの曲があるんだよ。それなのになんで紅白に出られないんだって先生は言ってんの。え、なんて曲ですか。胸トラップ。いや、ちょっと聞いたことがないですね。お前胸トラップ知らないのかよ。お前それでもファイナンシャルプランナーかよ。うん、まあ一応学生のつもりなんですけど。よし、じゃあ分かった、先生が今から胸トラップ歌ってやる。よく聞いとけよ。は、はい、わかりました。ドゥ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 、我らはアイドルだけどするのさ胸トラップ。父がないとか言わないで、我らはアイドル、週末ヒロイン、ももクロじゃなくて、胸トラップ、父がないとか言わない。